アコナより本家大吉スーパームービー番組の入場です。本家大吉そしておーっと本店長が参りました。本家大吉そしてスーパームービーだ。おっとベイダーのマスク、昔のマスクじゃないですか。そうですね、最近のマスクは違う、はい、そして本家大吉さん昔のこれからジャンスっていうところで昔のジャンス、はい、国民選挙部に対する愛が詰まっているこのタッグチーム、どういった戦いを見せるんでしょうか。さあまずは本家大吉がリングイン、そしてスーパームービーだ、どうぞどうぞリング、赤コーナーにタイガー西山スクールグレートタイム組の入場です。さあ一方の赤コーナーから入ってくるのはもはやもう説明不要でしょうね、はい、そうですね。さあ皆さん大きな手拍子でお迎えください。さあ出てまいりました、グレートタイム、そしてタイガー西山スクール、今の大江戸最前線を走っているレスラーの2人ですね。はい、そうですね、はい、もうタイガーなんかは一体いくつになってまでも最前線走るんだと。そうですね、ずっと最前線走るんですよ。さあ今日見せることができるのはこのタイガーの入場シーン。終わったー、減量したかいがありました。はい、カレー決まりましたね。特別 OB 戦、時間の制限、一歩勝負を行います。青コーナー、170cm、90kg、オカーダヒーキーチー、黒い弾丸、オカダヒーキー、 180cm、125kg、スーパームービーダー、高低肥満説、スーパームービーダー、身長、体重、震え、グレイトタム、スカルモンスター、グレイトタム、169cm、85kg、ヘイガー、さあ、出てまいりました。思い思いの4人が出てまいりました。さあ、先発を買って出るのは赤コーナーはグレートタム、そして青コーナーは音が大事ですね。はい、ゴー、始まりました本日の大食い戦、青コーナーサイド音が大事スーパームービーダーグリタイ、赤コーナーサイドグレートタム、そしてタイガー西山スクの一戦でございます。さあどこから説明していきましょうか。まずリング上に上がっている大岡大吉とグレートタムは、この今日会場に来られているオフィの皆様と比べたら比較的若めの OB ないではないでしょうかね、はい、一番若いのは、グレートタムですね、はい、マスクマンですね、はい、マスクマンのグレートタム、はい、そして元気いっぱい大岡大吉、今日も元気いっぱい、そうですね、元気いっぱいですね。さあそれは腕を取り返そうとしたので、はい、一瞬間違えましたね、はい、はい、やはりこういったところの音が大吉の癒し系な部分が、そうですね、試合中の考えですか、はい、さあ出てまいりました、出てまいりました、さあ出ました、はい、犬年のスイカですね。さあ犬年のスイカ、犬年生まれのスイカ、いや違います、はい、鳥年生まれのスイカと犬年生まれの虎ですね。はい、なるほど、はいはいはい、よく分からないでちょっと犬のお話しましょうか、はい、そうですね、さあ出てまいりました、疲れてるんですね、そうですね、もうあの30年見てきた流れじゃないでしょうかね、これね、そうですね、皆さん見たことのある風景かなと、はいはいはい、さあ、あー、あー、やはりここスーパーブーメンが、おっと、うまいですね、うまいですね、うまいですね、こういったところ、柔道整体師をしているタイガー西山スク、なるほど、はい、これであの関節の取り方なんか得意ですね、関節技お手の、はい、どうも、パワー、すごいパワー、パワーは健在だ、しかしながら事務職、スーパーブーメンだ。柔道整体師、壊すも直すも思いのまま、そうですね、壊して自分のお店で直す、はい、そうです。さあ出てまいりました、こちらはグレートタム、おっと、めっちゃ濃い、はい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 、
グレイトタムはですね、はい、今のシャッターを作る会社で働いてましてね。シャッターを作る会社、窓枠とかですね。なるほどです、はい、いいですか、マスクマンのそういうお話大丈夫ですか。いいです、いいです。あの本人滑舌が悪くないって言ったらよくわかりませんので。あ、なるほど。あの電話かかってきてもよく僕は LINE してくれって言いますもんね。あ、全く仕事向いてないです。はいはい、はい、さあ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 、もういろんなところからブーイングが。ブーイングしてるの大概にしやますけど、はい、プロレス会場とかでよく行くブーイングの声、大体大概にしやますけど。そうですね、はい。さあ、そして出てまいりました、音楽大吉。コストコ店員ですね。そうですね、コストコで働いてるということで、いつもあのアメリカンサイズのもの食ってますんで、体でかいですもんね。そうですね。さあ、ハイスパート試合が、進んでおります。試合時間3分経過ということで、はいはいはい、はい、本当にあっという間の3分ですね。そうですね。さあ、そしてこれはドアート、いいですね、スコットスタイナーですね。ほんで、オーガーのエキスとグレートタグは OB になっても一切コンディションが変わらない。そうですね、はい、素晴らしいです。お前試合参加してくれて、はい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 。さあ、そして難しい関西座をしましたが、はい、大間大吉どこが決まってるのか分かってるでしょうか。そう、珍しいですね。大間大吉選手、珍しい技を繰り出しちゃう。大間大吉困ったらグランドコブラとか DDT しますからね。なるほど、はい、今困ってたんですね。はい、困ったと思います。そしてもっと困ったのがグレートタムじゃないでしょうか。そうです。え、今俺の流れみたいな感じで、はいはい、さあさあ、ネックブリッカー、はい。さあ、この辺りですね、今グレイテスト K クラブ認定のヘビー級チャンピオンがグレイトダム。あ、そうですね、はい、はい、OB の現役学生の中での頂点に立っているのがこの男、はい、そうですね、はい、大丈夫でしょうか、岡田騎士。今、足が引っかかりましたが、さあ、だいぶ黒っていいですけど、ライトニングスパイラルの受けが分からなかったのか。わーっと、ここはすごい。さあ、カウント2カウント、やっぱりかけますね、はい、そうですね。そして、満を持して登場してきました。昨日からですね、お腹を壊しているタイガーにしてます。お腹を壊している、はい、なので体が絞ってます。はい、体が絞られてる。よかったじゃないですか。そうですね、はい、おっとー、ふわっとしたところですね。いやー、すごいですね。もう40いくつですか。いや、40いくつどころじゃないです、ね、昨年年男でしたからね。はい、おっと、うわー、優しくなりですね、はい、ペイドライバー。いやー、先ほどから捕まっている大間大吉、明日は仕事だと言ってましたので、大丈夫でしょうか、このダメージ。さあ、心配ですね。さあ、そしてこれはよくわからない関節技。これ何ですか。よくわからない関節技を全てメキシカンストレッチで統一させる。メキシカンストレッチ、はい、下がっとるだろう。もう、食らっている音楽者はたまったもんじゃないですよね。本人もどうやって会いたいかよくわかってないです。はい、さあ、そしておーっと、珍しいですね、川津落とし。からの、これはと、これもですね、はい、メキシカンストレッチ。まあ、いろんなところが決まっていて、本当、音楽大吉のスタミナが気になります。はい、大丈夫ですか、音楽大吉。はい、パサッ、パタッと、これと、さあ、これは腕を取って、腕を取って、足を取って、さあ、これもメキシカン、メキシカンストレッチですね。よくわかりません。はい、よくわからなくて、メキシカンストレッチで。はい、そして、また、また、また、いやいやいや、何してるんですか。さあ、これは、柔道整体地クラッチみたいな感じですね。はい、なるほど。さあ、そしてグレートタムにタッチしてまいりました。ちょっと音が大吉、ちょっと捕まってますけども。さあ、これは大丈夫でしょうか、音が大吉。さあ、こうなって、はい、膝が今ね、今、いいですね、はい、いい角度で入りましたね。はい、とーっと、これは結束決めていったグレートタム。さあ、音が大吉としてはこのまま眠っていきたいところなんですけども。はい、いやいやいや、よくないでしょう。はい、そうは問屋が許さない。そうですね。さあ、さあ、いつになったら音楽一返すでしょう。そうですね、はい、ちょっとタイガーにしやます。はい、スーパーブレイダー、はい、はい、いけないですね。出番がこれ、はいはい、本当に音楽一もしかして返すタイミング見失いました。あ、そうですね、はいはいはい、完全にこれ困ってるんですよ。ああ、捕まってしまった。これは腕を取ったらクロスフェイス、ブーラ中身広島県民ですからね。はい、もう広島東洋カープの試合が
あればその結果でですね、はい、本当にその日のテンションが全く変わるという。そうですね、はいはい、さっきまで楽しそうにお酒飲んでたのに、はい、広島東洋カープが負けたということを知った瞬間テンション下がっておっぱいパブに行きましたね。おっぱいパブに、はい、はい、タイガー、さあ出てまいりましたタイガーにしてますけど、男の連携攻撃でしょうか。さあ2人しての、あこれはもしかして返すのが合図だったのかも。そうですね、はい、2人同時になり合ったとか知って欲しかったのかもしれないですね。さあこれはよく見られる試合の終盤ですね、返すの合図フロムザクロック。さあ返すのか、さあさあ返しました。大谷市満を持して登場してきましたスーパームーメイド。さあスタミナ十分、昔のリングネームは乙女座コンボイ。しょうがないでしょうね、はい、さあそして、おこれは2人が割れていきますか、プレー、おっと当たらないか、プレー、シャンデリアに気をつけてほしいところ、これはプレー、どうだった、ベイダーが投げられました。はい、ベイダーが投げられると珍しいもの見れましたね。珍しいですね、はい、珍しいもの見れたついでにひょっとしたら今日勝つかもしれませんよ。なんと、はいはい、さあ、はい、さあどうぞ、ロープに振ってこれはそして、なかなか設置しておいてスーパーブライダーのこれはありますか、どうー空から追加が降ってきた。さあ、ビードはチャンスですよ。さあさあさあ、プロレス研究部の歴史、30数年の歴史に数えるほどしか勝ったことないスーパーブライダー、フィニッシュか、ラーレディアンボー。さあ、ちょっと会場が不思議になってしまいました。うわぁーディーディーディー、今日はちょっとしたらヘッドしますよこれ。これ勝ちます、勝ちますよ、勝ちますよ、バッツー、おぉーディーディーディー、いやー決まらない決まらない、ちょっと僕ドキドキしてきましたね、はい、試合時間が10分経過してきました、はい、10分経過、はい、うわぁーバッツー、ベイダーすごい、ベイダーラッシュがすごい、はい、必殺技のフルコーク、はい、さあフィニッシュ席にしましたよ、バッツー、おぉいやどうなるでしょうか、はい、あと2回にしちゃいます、接種もやはり負けないですね、はい、手に汗握る子供、はい、さあさあそしてロープに振って誰だ、どんどんさあどんどんないんだな、さあ行きますか行きますか、もう耐える耐える、耐えている、これは今日は勝つのかめだ、あー倒せた、どうですか、フィニッシュ行きますか、これはダーッと避けられていた、これはバティスタ、もうワンとワン、ツー、スリー、4分48秒、10分48秒、10分48秒が増してられるタイガーに幸せの勝利でございます。はい、いやー今日勝つと思ったんですけど、勝つと思いました、はいはい、あんな頑張ったベイダー初めてじゃないですか、はい、今まで一番勝ったと思いました、はい、しかしながらベイダーは丸め込みに弱かったということで、はい、はい、さあ勝利者のグレートタモ、そしてタイガーにシャーマスク、はい、破れはしましたが、青コーナーの方大岡大吉スーパーブルダム素晴らしいファイトを見せていただきました。